はい、こんにちは、コノです。はじめまして、ジャストロガチ恋勢のおさげです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はジャストロガチ恋勢のおさげさんに来ていただいて、ガチ恋勢って実際どんな方なのかみたいなのをちょっといろいろ気になるので聞いていこうと思います。いや、ちょっと待って、ジャストロジャストロちょっと待って、なんで好きになったきっかけを話すと、はいはいはい、3V3 で新規建築勢3人でチーム組んでて、はい、なんか新規建築勢だから、あ、応援したいなと思って、まあ、その時は、まあ、ジャストロ君自体にはそんな興味がなかったんですけど、はいはい、なんかどうやら強いらしいぞっていう話でちょっと注目してみてたら、なんかめっちゃ PVP が強くて、確かに強いジャストロは、ね、かっこいいなと思ったんですけど、なんかそのかっこいいだけじゃなくて、なんかクンさんに、あ、ジャストロ強いからジャストロ視点で見てみようってなったら、なんかジャストロくんが、いや、ちょっと緊張するから手震えるからやめてほしいみたいなことを言ってて、うんうん、なんか、え、かわいいみたいな。確かにそれ聞いたらなんかすごいジャストロ可愛く見えてきたな、私も。いや、かわいい、なんか、かわいい、確かに強いのになんか緊張しちゃうみたいな、なんかギャップ萌えみたいな。そっからもうその 3V3 でも一気に好きになっちゃって、はいはいはい、そっからがっつり追っていってる感じですね。なんかあと一緒にゲームをした時があるって聞いたんですけど、もうジャストロになんか個人的にはこうガチ恋の方を連れてきて、最後に参加勢、そのガチ恋参加勢を登場させてびっくりさせようかなって思ってて、ジャストロに声かけたんですよ。あ、はい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 。え、もう俺その人とゲームした時あるし、なんか出てきてもあんまり面白くならないと思うって言われちゃって、え、待って、どんな、待って待って、推しと繋がってるってことじゃないですか、実質。いや、まあそうですね、何回かゲームとかは。いや、よくそこのなんか息に達するってまあまあすごくないですか。だって、いや、なんか、うんうんうん、そのジャストロ君と私がなんか共通で仲いいキッズがいるんですよね。そこで共通で仲いいから一緒にゲームするようになりましたね。あー、すごいな。なんだろう、推しとガチ恋の違いって何ですか。ガチ恋ですよね、一応。まあ、一応、まあ、ちょっと推しにしてはちょっと愛が強い方だったなみたいな。なんかガチ恋って言ったら恋みたいな人もいるんですけど、まあ、私は、まあ、なんか告白して付き合いたいとかでは、まあ、ないんですけど、なんか結婚はしたいかなみたいな。いや、いや、ごめん、なんか飛ばしたら付き合いたい。あれ、なんか母性本能みたいな感じかと思ったら結婚したいだった、なんか。いや、なんか、いや、なんか朝起きて、まあ、なんかジャストロ君起きるの早いから、なんか先に起きて、なんかおはようとか言ってくれたら嬉しいなみたいな。あれ、はいはいはい。え、付き合いたいは何が違うんですか。いや、なんだろう、まあ、リアルな恋愛感情ではないんですけど、あ、まあ、なんか一緒に暮らしたらなんかいいなみたいな。いたからなんとなく分かるけど、これ分かる人あんまいないんじゃないかな。いや、なんか付き合うと結婚とはちょっと違うんですよね。あ、え、でもなんか嫉妬とかってなんかあるんですかってことは。ああ、いや、まあ一応ちょっとはありますね。例えば誰、ね、女参加勢に嫉妬とかさすがにないのかなと思うんですけど、なんかその、うん、参加勢がよくマウントを取ってくるんですよね、私に。はいはいはい、なんかアリエヌが、まあ、なんか俺はジャストロといつも一緒にマイクラしてるけどねみたいな。いや、うるさみたいな。くっそ大人げないんだけど、アリエヌなんか。なんか一回、私がまだゲームとか一緒にしたことない時とかに、ジャストロくんと VC できるの羨ましいなっていう話をしてたら、はい、なんか、え、そんなのなんかジャストロに頼めばいいじゃんみたいな。あーみたいな。一般キッズがそんな気軽に VC とかできるわけないやろ。いや、サッカーではそんな神々しいものなんでもないんですけどね。いや、でもやっぱなんか好きだからちょっと、まあ、ちょっと違うんですよね。やっぱ羨ましいとはなっちゃう。やっぱ羨ましいですね、ちょっと。あ、なんかよくたまに過激派でやっぱいるのが、女参加勢 NG とかいるじゃないですか、やっぱガチ。あ、なんかジャストロ君はあんまり女の人が得意じゃないので。なんかもう自分のものみたいな喋り方するのすごいな。いや、ジャストロ君はちょっとあんまり女の人が得意じゃないからな。あ、そんな、そんなし、なんか
心配はいらないと。心配しなくても、まあ、そんな絡みはないかなみたいな。愛が深すぎるなあまりにも。え、でもそこまで愛が深くなったきっかけってなんかないんですか？なんかそう3対3でなんか好きになってやったのもわかるけど、なんか、うん、ジャストロ君がなんかツイッターのアイコンを変えたいみたいな話をしてて、はいはい、その時にえちょっと私がアイコン書きたいですって DM をしたんですよね。はい。そしたらなんかあじゃあお願いしますみたいなことを言ってそこでフォロワーもらったんですよね。うんうんうん。でツイッターのアイコンが今もまあ私の描いた絵なんですけど。すごいなすごいな、なんかトップオタだな完全に。あちなみに私のツイッターのアイコンとかディスコのアイコンもジャストロ君の描いた絵なので。強すぎる、勝てないこれ他のジャストロ推し。いるのか分かんないけど、いやもうトップオタだと私は思ってますね。そのアイコン使ってくれたりとかちょっとやっぱ嬉しいじゃないですか。それでどんどんなんか好きになっちゃってみたいな。確かにハマるわ、なんかそれは確かに。もうなんか嬉しそうなんだよずっと。すごいな、ジャストロのアイコンは確かにずっと可愛いなと思って。あれおさげさん描いたものだったのか。あ、そうですね。そうですね、なんか若干マウント取られた感じあったな、なんか。なんか別によくわかんないけどなんかあれってなっちゃったぞ私今。いやまあ私の描いた絵なんてあれは。え、ジャストロに描いてもらったっていうのは何きっかけで？なんか、うん、私がスペースやってる時に、あのジャストロ君がスペースに来てくれて、でもなんかめっちゃ軽いノリで私の絵描いてよみたいな。うんうんうん。そしたらなんか本当に描いてくれて、あじゃあそれアイコンにしようみたいな。いいんだそれ、嬉しいな確かに。ファンサもめっちゃしっかりするとジャストロ君は。いやファンサ本当に多いんですよねジャストロ君。なんかすごいジャストロが私今アイドルに見えてきちゃった、なんか。ジャニーズとなんか何かかなってぐらい、なんか。いやいやいや、やっぱファンサとかの量考えるともうアイドルって感じですよ。すごいな、トップオーターですね完全に。いや、はい、だから一応その、うんうん、同担の子もいるんですけど。あ、はい。そ、なんかそのジャストロ君って質問箱の回答とかすごい多くて、うん、めちゃくちゃ多いね。めっちゃ多い。なんか普通に企画やってる時もなんかツイートしてません、あいつ。そうなんですよ、暇があると質問箱回答したりしてて、それで質問箱で好きですとか来るとジャストロ君って俺もとか俺も好きだよみたいなことを回答するんですよ。ええプレイショーやな。うん。なんかそれで女の子はやっぱ俺もとか言われると嬉しいから、なんかどんどんジャストロ君のファンを名乗る子が増えてきて。あ、そう、え、そうなの？今ジャストロ旋風来てる、もしかして。めっちゃ多いんです。でも、うん、なんか、まあ、全然私としてはなんか、うんうん、まあ、敵じゃないかなみたいな。確かに確かに、アイコンは強すぎるな確かに。いますね。ここです。あ、ありがとうございます。全然。あ、後ろに、後ろにも来てます。申し訳ないです。あ、すみません。全然。正直なんか、はい、まあ、性格とかは出てくると思うんですけど、見えてるのってマイクラのスキンじゃないですか、はいはい、正直。ああ、はいはい。なんかこうリアルに関してはどう思うのかなって。なんか正直私知らないですけど本当に、はいはい、ジャストロがなんかもうものすごいブスとかはの可能性もなくはないわけじゃないですか。あ、はいはいはい。なんかこうリアルが開示されてない状態でなんかどうなんだろうっていうのはなんとなく気になるんですけど。いや。でも私は別にそんななんか推しの顔とかは気にならないですね。あ、どうでもいいかなみたいな。でもなんかオフで会いたいみたいなそういう気持ちってないんですか？いやなんかやっぱ16歳なんで、ジャストロ君は。確かに犯罪になっちゃうな。え、待って、おしゃぎさんはいくつなんだ？あ、20歳です。あー、犯罪ですね。そうなんですよ、ワンチャン罪、誘拐罪とかになっちゃう。いやちょっと何らかの法律に抵触しそうみたいな。確かにしそう。そうなんですよね。だからまあちょっと、まあ、会いたいとかはあんまり考えないで、うんうんうん、まあ、一緒にゲームとかできたら、まあ、嬉しいなぐらいの気持ちですね。あ、まあ、今はなんかもちろん結婚したい気持ちはあるけど、お友達として接してる方がまあ、はいはいはい、まあ、そうですね、楽しいっちゃ楽しいみたいな。そうですそうです。ちなみに
ゴリラビ推しだったみたいな話も最初しましたけど、あ、はいはいはい、ゴリラビに関してはどうだったんですか。なんかゴリラビはそんなキャーみたいな推し方じゃなくて、いやなんか呼び捨て、いやなんか呼び捨てっていうか、まあ年が同じなのでなんか親近感湧いちゃってなんかキャーみたいなキラキラな推し方じゃなくて、なんかおもろいなみたいな、あ、まあ、この人活躍してるなすごいなみたいな、なんかあと建築すごいな、あとちゃんとおもろいなみたいな、そういう感じの推し方ですね、はいはいはい、今はリスペクトに近い感じかな、なんとなく。そうですね、愛というよりは。そうですね、そんな結婚したいとかではなくて、なんかゴリラビが勝手に振られてるみたいな感じで。え、違います違います。私あのゴリラビさんにはなんか認知されたくなくて、なんか認知されたくないタイプの推しとなんかされたいタイプの推しがいて、ゴリラビさん認知されたくないので、なんか一応フォローはしてるんですけど、はいはい、ツイートをいいねするのは全部鍵垢でするようにしてるとか。なんかこじらせてません？なんかなるべくちょっと存在を知られたくなくて。え、その違いは何ですか？存在を知られた推しと知られたくない推し。いや、な、でもやっぱその結構キャーみたいな推し方してると、あー、まあ、まあ、見方が違うのかな、そのなんか。多分ダストロ君とゴリラビーだとちょっと違いますね。ジャストはちゃんとくんつけるのにゴリラビーつけないの面白すぎるんだけど。建築税が好きってのはなんかあるんですか？建築税がなんか好きって、なんかなんだろう、技術がある人が好きで、あ、なんか結構まあそのラボ税とかも結構好きなんですけど、あ、まあなんとなく好きな系統がなんとなく、なんかただ面白い人じゃなくて技術があってみたいな人が好きです。でもなんかわかる。なんか形として貢献してる感じがありますよね。建築税とか。いや、そうなんですよ。ラボ勢は。あと普通にたくみくんとかも好きで。いやー、たくみくんうまいっすもんね、建築者。いやー、すごい。たくみくんはもうレジェンドって感じがして。なんかすごいってパッてわかるもんな、あの人たちは。ジャストロからずっと好意的な反応をもらってるじゃないですか。それがすごいなと思うんですけど、なんか好意的な。こういうそういうのはあんま。こういう好き好きされるのは好きじゃないって参加者ももちろんいるわけで、あ、ジャストロ君はなんか結構自分のファン嬉しいって感じですよ。あ、ファンさんもしてるしな、絵も描いてるし、なんか結構承認欲求高くて、あ、そうなの。だって質問箱ずっと答えてるもんな、あいつ。普通に承認欲求高いっていう。まあ16歳だし、まあね、そうなんですよね。なんか、あ、やば、上に何か申し訳ないな、申し訳ない。いやー、ごめんなさい。え、ジャストロとはちなみに何のゲームとかしたんですか？と、まあ普通にマイクラと。マイクラ？マイクラ？はい。何するんですか？え、なんかサバイバルでなんかお家作ったりみたいな。え？何そのなんかちょっとカップルみたいな。いやいや、3人なんですよ、その、うんうん、まあ、2人じゃなくて、まあ、3人でやったりとか、うんうん、あとはそのジャストロ君ってまあ結構 FPS やるじゃないですか。まあ強い印象ありますね、はい、でも私は FPS できないので、はいはい、ジャストロ君と遊ぶときは私がこれやりたいみたいなことを言ってやってもらって、これやりたいとか言える仲なんだ、すごい。だからやったのはなんかアルティメットチキンホースっていうゲームと、うんうん、あとヒューマンホールフラットやりました。友達やん。完全に友達だ。なんだろう、やっぱ見ついたりみたいなのも一応あるじゃないですか。ゴジルガット欲しいものリストとか、まあ、YouTube とかいろいろあるんで見つける。ジャストローがそういう設定をしてるか分かんないけど、なんか見ついた時とかってありますか？一応その一緒にこのゲームしたいってなった時にアルティメットチキンホースはギフトしましたね。あー、ジャストローはなんかあんま見つがれるのとか望んでるのかな、あんまりなんかそういう印象ないかな。なんかあんまりアマギフは現金みたいで嫌だって言ってて、で欲しいものリストは親への説明が面倒だから嫌だって言ってました。あ、じゃあ見つぐ方法、まあ、実質にはないみたいな感じなんですか？いや、そうですね。やっぱなんか欲しいも、もしあったらやっぱ買っちゃいますか？いや、買っちゃいますね。普通に私なんかディーディーとかにはちょこちょこ欲しいものリスト、うん、送ってるので。やっぱそれはなんだ、喜んでもらえるのが単純に嬉しいからです。なんだろう、なんかディーディーに送ってるのはちょっと不純な動機で、ディーディーって欲しいものリストを送ると、うん、
かお礼のツイートをしてくれるんですけど、なんかそれでなんかおさげちゃんありがとうってツイートしてくれるんですよ。なんかおさげちゃんって呼ばれるのがちょっと嬉しくて欲しいものリスト送ってますね。いやなんかちょっと言っちゃ悪いけどちょろくないですか。待って待って、ツイートでおさげちゃんって呼ばれるのが嬉しくて、いや見ついちゃう、まあ、普通にはディーディーも結構好きなので、まあまあ、まあ、建築人だし嬉しいですよね。見つぐ人ってこういう人なのかってやっと分かった気がする。結構つぶがいとかもすごいからな、あの、あそこら辺はなんかすごいですね。え、なんかやっぱなんかつぶがいの道を通ってくる子結構多いんですよ、そういうガチ子。あ、つぶがいの道は通らなかったですか。あ、全然通ってなかった。いやでもなんか、うんうん、実は新規建築税とか好きになるより前にアリエのこと好きだったので、うん、あそうなんだ。なんかそうですね。え、アリエってでもなんか正直建築とかじゃなくないですか。いやだからだからアリエのくん好きなとなんか謎なんですよね。謎。なんかキャラがなんかいいなみたいな。ああま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 あ、ウルンルーに振られた男みたいな、いろんな要素はめちゃくちゃ持ってる。確かになんかめっちゃいかついっぽいけど絶対いい人だなっていうのが分かるので、あそういうところも好きです。なんとなくもしいい人が透けてる人の方がなんか好きなのかなってなる。あそうかもしれないです。新規建築ではみんないい子って感じだもんな、本当に。あでもガキですけどね。クニャントリーって性別どっちだと思います、ちなみに。いやめっちゃ難しい。いや、うん、女の子説も絶対ないとは言い切れないみたいな。そうなんすよね。なんか詳しいから新規建築税になんとなく気になるなって。いやでもやっぱ断言はできないですね。あーやっぱまだわかんないですか、一番見てても。難しい。ふにゃ様は、ふにゃ様。ふにゃ様ですよ。オッケー、私もふにゃ様って呼ぼう今度から。なんかジャストル君がよくふにゃ様って言ってるので。あー確かに上にいます、うん、ああ。うわ、申し訳ない。でも全然できなくて。全然あのさきちゃんとかタナベはもうずっとあの喋ってる時突っ立ってるんで全然大丈夫。動けるだけもう素晴らしい。私たちあれで出てるからな、酸化税カップ。